ほれ。ジャイアントハンズ。ほれ。これで向こうに飛んで。こういうことね。アノマリーエージェント。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、また新しいステージ。空中で回避。なんかまたやらなあかんのか。結局これ車乗せてくれへんかったね。死ぬんかい。さあ気を取り直していきます。これを割るの。割らんと通れへんってことか。何これ。バツとす、え、バツと3、え、バツとす、あー、こんな技あったんや。びっくりした。バツと三角同時押しかと思って、クソむずいやんとか思ったら、ここは通さないぜ、下がりな。あ、うわ、バカメが、バカメが、おい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 、おらバカモン。お、これちょっと違う銃かな。もしかしたら新しい銃。へい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 、遠隔もまあまあ強くなってきたんじゃない？うわー、いっぱいいる。こら、違う、違う、ちゅっちゅ、こうじゃ。合ってる？強えのか。どうなんだ。あ、何あれ。行く。ちょっとなんか BGM ペルソナっぽい。止まれ。飛行船を追う必要はない。私から出向いてやったぞ。誰？あんた一体何者なんだよ。お前が探しているあのマリは私だ。そうなの。ああ、どっか行った。私に任せて、やつを逃がさないわ。よろしく。俺はとりあえずビルの上ジャンプしとくわ。これ、あれ壊すとなんか敵にダメージ与えてんのか。いや、でこら、もう嫌い嫌いよ。うんじゃないよ。はは、へい、ほらほら、おいた、やった、特注し、ちょい、嫌い、みんな嫌い、ショットガン嫌い、自分で撃つのは好きやけど、おお、割れんのかい、おい、ほら、ぽい、撃っといで、ほい、へい、よし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 、ほら、ほら、こら、回復ありがとう。また。OK。いや、回復した意味。ステージ移動したら全開なんじゃ。はい。はあ。また新しいギミック。お、来た。捕まえるものなら捕まえてみろ。だ。あ。わあ、そういう感じか。ねえ、任せろ。プラットフォーマー系は得意だ。で、へっ、あぶねえ。いける。ここからは、あ、どこ、上行くのか、こっちか。へい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 、で、あっ、スンスン、簡単です。ほいほい、敵出てこなければ。あれ、爆弾でレーザーが壊れちまった。なんて言ったの。雑音のせいでよく聞こえないわ。大きな声で話して。え、爆弾だよ。爆弾でレーザーが壊れたんだ。てんてん、積んだ。あ、出てきた。何か必要。あれ、レーザーだ。ボタンに届かないんだよ。何しに来たんだよ、アノマリの追跡は。心配しないで、オートパイロットに設定したから。アノマリの追跡は継続中よ。何その便利なやつ。なるほど、この先にあるボタン届かないのよね。そうです。レーザーガンあんの。もっといいものがあるわ。運のいいことにちょうどこの状況にぴったりな道具、ブーメラン。3回投げると壊れる。名刺がブーメランにアップグレード。ブーメランはレーザーに対応するオブジェクトに接触。これからは名刺じゃなくてブーメラン使うといいわ。これを投げたら遠くにあるボタンに届くでしょ。投げた後はどうやってキャッチするんだい。大丈夫よ、このブーメラン戻ってこないから。ブーメランじゃない、
投げた後は再生して再利用。戻ってこないのにブーメラン。そんながっかりしないで、文句があるなら自分で名前つけたらいいじゃない。他に呼び方が思いつかなかったのよ。こんなことで言い合ってる場合じゃないっていうのに。子供の時にな、使うブーメランなんて大体戻ってこへんからな。ほら早速ブーメラン使ってみて。はっ、これが 3回っつってたっけ。3回投げると壊れるみたいな。いや何回でもいけるよね。あれ3回投げると壊れるみたいな言ってたのは嘘か。まあでも名刺でよかったんちゃうの別に。そんな変わらん気するけど。でこう、あ上か、こういうことか。ちょっとパズルギミックも入れてってくれる感じ。うわー、はーい、了解でーす。背景になんかもういろんなもん飛んでて見にくいんじゃ。あ、来た。あ、あ、あ、オートパイロット。標的を確認したわ。彼はあなたに任せる。私は飛行船を。あ、そうなの。思ったより長くかかったな。がっかり。そんなにすごいだと思ってくれたなんて光栄ね。それから忘れる前にもう一つ。もう試したかもしれないけど、ブーメランは敵に向かって投げることもできるわ。まだ試してはなかったけど、ほんの一瞬だけ敵を気絶。いいね。どっか行った。で、ん？こうか。あー、あー、で、そこー、さ、さ、おい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 、やめ、やめ、いやー嫌い。ザコラッシュ、危ない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 。ザコラッシュ嫌い、嫌い、やめて、やめて。おい。回復ありがとう。今の回復大事。んーぶん、これこれこれ、結局のところちょっとちゃんとあれやな、空中でジャンプしたら後ろに流されとったな今な。おな、次はこうか。なんやねんお前は。あ、お前偽物やろ。あれ、ストップ、待ってくれ。あれ、本物？俺は別人なんだ。どっちや。あの男に金をやるからフリをしてくれと頼まれたんだよ。あら、じゃあ本物はどこ。知らねえ、金と指示をもらっただけ。他にも大勢の買い玉が雇われてた。めっちゃいるやん。来たな、おしゃべりはそこまでだ。替え玉が結構なりきっとるやんけ。たったった、わあ、そういう増え方か。まあまあまあ、雑魚が出てこないなら俺はこっちの方が好きかもしれん。避けるだけでしょ、任せろやい。ささささささ、ささ、上にはどうやって行くんだ。なんか上に足バーガー、危ない。あは、こっちいいの。下気になる。下なんもなんもない、なんもない。ボン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 、サッサッス、ここは全く当たらんぞお前ら。ミサイル当たっとらんぞ。さよなら。煽り、煽りスタイル。あっ、で敵出た。敵は嫌なのののほん。あ、結構爆発、あれ範囲広いな。おい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 、ふんふん、危ねえ。さっ、これさよなら、ごめん。で、ザコは嫌い。おいおい、ほっ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 、危ねえぜ。よし、回復欲しい。なんとかいけた。 OK、 次は、はっ、お、ちょっと場所変わった。
てかさりげなくずっとチャプター1じゃないの今。やつを捕まえろ。どうやって捕まえる？乗り物はないし爆弾もない状態でどうするんだよ。そもそもなんでここに入ったんだ。そこの白い服の人ちょっと外に出てもらえたりしません？爆弾なしでかかってこい。うおお、どっか行った。あ、雑魚でした。クリティカルヒット今出たっぽいな。なんかな、あ、まんま出てきたな。しかと見るがいい我が秘技の力。替え玉って書いてるね普通に。おいボス今へこいただろ。マジ誰がボスだと。私は45歳。あらめっちゃ年上でした。それに今のが私の秘技。貴様が倒した替え玉のリーダーは私。飛行船のことは忘れて降参しろ。飛行船に乗せてくれないか。ふん、到底無理な頼みだ。あの飛行船は対空砲で守られているんだぞ。だったらそいつの場所まで案内してくれ。ダメだ、対空砲はパスワードで保護されている。見つけたとしても使うことはできない。話をそらすな。私は降参しろと言ったんだ。私が替え玉のリーダーだぞ。一緒に来てもらうぜ替え玉のリーダー。なんだその目は。何こいつ。ああ。吹っ飛ばした。この先の屋上にフードをかぶった人影が見えます。ええ、その男をしっかり縛ってくれ。平行行って取ったで。45歳。あ、早くも縛ってる。なぜこの男を縛るの。替え玉のリーダーさんよ、説明してやってくれ。おい貴様、対空砲を奪えばいいと思ってるならどうかしてるぞ。飛行船に乗るには時間がかかりそうだし、飛行船がこっちに落ちるようにするっていうのはどう。いい考えでしょ。バカなこと言うな。対空砲とやらのところに案内してもらおう。貴様の手助けなど誰がするか。仕切るのは私だ。フード君の移動なら私の車を使えるわ。もっといい考えがあるぜ。やめろ。もう一回いける。あ、へえ、へえ、こいでんなこら。おいこら、逆側には蹴れへんのか。蹴るのはやめろ。そんなこと言って本当は楽しんでるくせに。あら、ほざけ嫌がってた。ほら、なにこれ。まだ蹴る。で、お金もちょっと溜まってきたけど、ブーメラン壊れるまで、へえ、やっとこう。お、わあ、まだまだあるやん。もう一個、まだもう一段階右側新しく出てきそうやな。ゲッチュー、体力増加は結構大事かも。とは、お金。マグナムの弾丸が1体目の敵を貫通。棒によるコンボダメージ増加。棒って言ってるやん、バットじゃなくて。武器を持ってない敵が 25% 確率でランダム武器を落とす。遠隔コンボ、もう全然使ってなかったわそれ。スタン状態の敵にバット攻撃、落下地点に有毒ガス。わあ、これにしよう。いろんな能力あるね。ほれほれ。あ、さよなら。あ、あかんのかい。なるほど、ちゃんと、ふい、案内してあげなあかんやね。へい、頑張れ。ほれ、サッ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 、ていていてい、おいおいおいや。で、あ、危ない、ちょっと危なかった。これはパッペッブーメラン。ブーメラン壊れんのか。ブーメラン、あ、ちょっと危ない。パッパッ、やめて。ちょ、狭狭、シールドか、シールドマンか。なるほど、ああいうのもやっていかない。いけんのかい。上から行くルートもあったっぽいよね。しょい、行く。で、ジャンプジャンプ回、うわ、届かない。え、さっさっさっ、あ、さっさっ、つかむんかい。ここ、うい、意外とでもうまくはいけてんな。あはん、はい、どうも。
らだ。おい、ここで待て待て、俺も先に俺が行ってくるわ。はっさっへっへっ、ポンポン、やめやめ、オッケー。おいや痛い。で結構むずなってきたね。ピッ、待ってくれ。よしよし、で、はっ、いるよね。これ感性の法則が働いとらん。ははは、これで方のこう、怖っ。こいつを下に落とすだけでも俺が死んでまうやもんな。おいやめて、はっ、くいっ、んぜいっす、うん、やば、危な、あっ、ポッポッポン、ポン、あぶねえ。ほらほら、ヘが行くぞ、ヘが。ほいやほい、くそ、むずいっす。でブーメランからのっのっのっ、よし、のっ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 、よし。ふうね、これお、これがあれかい、対空砲かい。パスワードが設定されてる。あんたが言った通りだな。秘密の質問は何なの。ボスのお気に入りのおもちゃは何かだってよ。階段リーダーの手番ね。なんや、ほらさっさと行くことを言う、嫌がって。ボスのお気に入りのおもちゃだと私が知ってるわけないだろう。一生蹴り続けてもいいんだぜ。知ってる知ってるからやめろ。おい、時計だ。あ、上出来だ。45歳のボス。残る武器は3つね。武器は、まだなんか探すんか。で、もういい加減にしてくれ。次の武器のパスワードは教えないからな。殺すならさっさと殺せ。ええの。まあまあそんなこと言わないで。喜んだ。断るったら断る。うん、頭を下げて頼んだら教えてくれるか。喜んでる。それなら問題ない。ただし交換条件、話を聞こう。めっちゃ増えた。見ろ、隣の建物の中に替え玉の集団。やつらはこの私に反逆してきた連中、痛い目に合わせたい。手伝ってくれるなら私も貴様に手を貸そう。なんやそれ。替え玉のリーダーであることに疑問を抱いた。わからん。だがそれ以上の頼みは聞かねえならな。嫌がった。決まりだな。私はアノマリの追跡を続けるわ。あなたたちは先に進んでて。合ってます、この状況。連中は中にいる。奴らのいる場所まで私を受け飛ばしてくれ。そうすれば連中はうろたえるに違いない。へーい。だ、大丈夫。俺もー。お、どうした。ほら、遠慮せず私の身長をバカにしてみろよ。どうしたどうした。そいつはイカれてる。逃げろー。相手にされてへんやん。死は免れても隠れることはできない。さあ私を蹴ってくれ。じゃあ遠慮なく。遠慮はいらん。遠慮してないよ。ほらほら、ダメージ入ってるよ。痛い。ほうほうほう、これから、はあ、はあ、はあ、いやむずい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 な、この辺は。あ、こら、おい、お前のせいでなんかいろいろ難しかったんやけ。ほら行く。で、中のことは私に任せろ。貴様は逃げている奴らを追うんだ。ええのかい。任せ、大丈夫か。私の特殊能力は十分すぎるほど役に立つ。また外で会おう。へえへえばっかりこぐんちゃうぞあいつ。うん、ふん、くれ、てい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 つい、よし、ふん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 、こら、やめとけ、ほら、ほら、やめとけ、やるじゃないの、あなた。ふう、杖は、雑魚が杖は。で、そっちはダメだ、あの女が来る。あ、無視、女が来るって誰のことだ。何こいつ。あ、アーティストや。あれ、こんなんやったっけ。
ポータルから、あ、いや、こんな気持ち悪かったっけ。止まって、それ以上こっち来ないで。とんでもないことになってきてるのよ。何の話、それは言えないの。何か言うたびに私は消えてしまう。いい加減分かってよ。何のことかさっぱり分からない。あ、もう手遅れだわ。どうした、行く、あんはん、また巨大な、あ、何じゃこれ、ぎゅむず、は、巨大な手が追いかけてきたりとかします。ほいほいほい、や、やめとけや、こら、行く、銃をもっとガンガン使ってて良さげかな、避ける。お、止まってって言ったのに、あ、ほらちゃんと足あるやん。なんで、はは、待て、こら、追いかける、追いかけるよ、ほー、さっ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 、うまい、割れながらちょっとうまい、多いな、ちょっと多いな、へっへっへっ、待て、こら、で、何ここ、どこにいるの、またあの女が現れた、重力めちゃくちゃ、今彼女のこと合わせてリーダーは私と一緒、あら、知らん間に飛行船の計画の再開しましょう。私がポータルを開くまでやりかけの仕事を片付けて。なんかチュートリアルであったな、こんな感じの目、来ないと言ったはずよ、私につきまとわないで、このままだと時間が壊れ、お、ポッ、ゆっくりだい、急ぎたいでも、ほーい、ほほほえ、あ、一体どこにいたんだ。いや、お前の方こそどうなってんねん、復讐を果たしたか。あ、だがもっと厄介な問題がある。今度はなんだ、上を見て、お、替え玉、もう逃げ場はないぜ、替え玉なのに、うわ、あ、またあの手や、あれは一体何なんだ、わわわ、あ、逃げろ、おお、また逃げるあれがあるのかい、このポンコツじゃ逃げきれない、そのうち追いつかれるわ、俺がおとりに、マジ、やだやだやだ、うちゃい、はあ、さっ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 、バカベガ、イエーイ、はい、で、さっ、危ない、せっせっせっ、くっくっくっ、てる、鉄拳、鉄拳戦、バカめで、オッケー、次はさ、ふんふんふん、いや、だ、倒してるよ、言うなよ、倒さんでいいよな、別に、バカめが、でも倒した方がお金的なのがもらえるのかな。あ、へい、うい、いや、倒せない、全然倒せない、ゲッ、テッ、セッ、ささ、さ、ここでも倒しまくったらお金は一応稼げんやもんな。はっはっはっ、で、はい、近道、ういういあ、銃は欲しかったかも、イエーイ、次ここで降りてもらうわ。なんで、あのグーみたいなのをどうにかしないとね、手じゃなくてグーっていうのね、何か手を打たないと車を壊されてしまうわ。二人は言ってくれ、いやー、言わんとこ、どうすりゃいいんだ、周囲のものを利用してダメージを与えるといいわ。あの闇にも他の対空砲に向かいましょう。あ、じゃあその間にも闇じゃなかった、何これ、ピョン、は、なるほど、これで、あ、こう、違う、真ん中に、ああ、なるほどね、はあはあ、今、あ、そういうわけじゃないのか、移動するあれか、こうだ、イエーイ、
こうだ、簡単、ほれ、ジャイアントハンズ、ほれ、これで向こうに飛んで、こういうことね。危ない、あー間に合わない、おい間に合わない、やるじゃない、面白いじゃない、ちょっとおい、はい、間に合わない、うわ間に合わない全然間に合わないとかやってる。ここ早っ、どこはっ、結構急がなあかん、はっ、うん、いやな、なかなか間に合わんくなってきたぞ。と大丈夫、いける、あ、OK、間違った危ない、おいこっちやろ、あ、いけた、あ、いけたっぽい、ビヨーン、いけました、待ってくれてたんやね。で、またこいつを連れていくのかい、大変やで、いやどうしよう、これで、せい、むずなってきてるな、だいぶ、あっ、ほれ、ふい、よしよしよし、で、ポン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 、左上になんかあるな、はっ、ほら感性が働いとらんのじゃ、体力は大事、こら、なんねえ、おいおい、いやごめんね、持ってった、これいける、ほっ、で、はっ、ふんふん、おい落ちんじゃねえぞ、むず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 なの、よし、いいよ、ちゃんと毒ガスも出るようになってるね。質問はなんだ、ボスはフード付きローブを何着持っているでしょう、知らない、はあ、何なのその質問は、8着、ほんまに、理由は聞かない方が身のため、なんで、あと一つね、最後私に頼らず自力でやれ、なんで、最後の質問の答えならきっとわかるはず、それ楽しみ、頼まれたことは全部やった、貴様のせいで体中骨折れてる、蹴りまくったから、もし答えがわからないなら金髪が私を探しに来ればいい、もう行かせてあげていいんじゃない、いいの、俺たちを騙す気なら必ず見つけ出してやるからな、どこにも行く気はない、こっから飛行船の墜落を見ている、あら別れかい、寂しくなるね、さっこれ意外とむずい、ちょうどギリジャンセな感じ、へい、はっ、ほっ、これを駆使せってことやな、ツンツンツン、はいな、ふんふん、あーむずい、タイミングが、よしよし、ほいほい、ポン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 、パリがちょっと下手くそになっていてますわ、よいしょ、下に何かありかねー、でー、ね、どうだい、お、これラスト、最後の質問は、この惑星で最悪の企業、フード君が言った通りね、私たちはその質問答え知ってるわ、ほんまに TDA うちですか、あー当てんのかーい、あれ墜落したよ、
あっさり。こんなポップな BGM の中墜落したよ。ほら行くわよ。飛行船の上に乗ってアノマリーを見つけ出しましょう。ええんですか。行けました。何かがおかしい。どうした。アノマリーの位置が変わったわ。もう飛行船の残骸にはいない。あれ、逃げたってこと。どこにいるんだよ。うわ、出てきた。探してるのは俺か。よくも俺の飛行船めちゃくちゃにしてくれたな。本物。え、こいつが本物だよ。今回は間違いじゃないわ。のんきに俺の作戦を台無しにしやがって。俺には救うべき人たちがいるんだ。何、誰。俺はこの町に住む人々を救うのだ。時を戻さなければならない。何やそれ。あんた、ただのアノマリじゃないな。行かれたアノマリ。そういうこと。話は終わりよ。その男捕まえて。お前に俺は止められない。何、本物のフード男。ここでやんの。は、何これ。は、ん、俺を止めようとしても無駄だ。どうやったら、うん、そこで止まれ、止まれ、せーい、せーい、こらー。何これ。言ったはずだ。俺には救うべき人たちがいる。これってどういうアノマリーなんだ。もう話聞いてない。攻撃を続けてっつってるな。ういういパン。これが最後の警告。俺が時を戻す前に逃げておいた方が身のため。なんで。ほれ、もうたくさんだ。マジできんの。ほう、そんな、まさか。その男が持っているのはタイムストーンよ。何それ。タイムストーンって都市伝説だと。ああ、街全体が破壊されたのは TDAY のせいだ。罪のない人間があまりに多く殺されたんだ。時を戻して彼らを救わなければならない。俺の邪魔をするな。そうなの。とりあえずタイムストーンを下ろして。低姿勢なのは評価する。その頼みを聞くわけにはいかない。タイムストーンを使う気よ。早くブーメラン投げて。ブーメラン、あ、割れた。そして、あー、なんか来たで。そんな、なんだ、またここに戻ってきたのか。もう最悪だわ。なんや、まだ祝い足りないのか。なんだよ、もう一回サプライズって言ってほしいとか。何を言ってるんだ。まだプレゼントもらおうったってそいつはダメだで。チーフがおかんむりのご様子だ。話した方がいい。あ、あの施設に帰ってきたってことか。ああ、何が起こってるのか気になるところではございますが、この続きじゃまた次回プレイしていきたいと思います。さあ、まだまだレベルも上がるっぽいけど頑張ります。それではまた、よろしくどうぞ。